日のゲストには大子町観光協会の菅野美里さん、そしてよさこい祭り本部委員会の河合雅人さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は大子町の日ということで、お昼のいばきらいのコーナーでも大子町の PR の方をしていただきましたけれども、夕方もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでこちらの夕方のコーナーでは大子町のどういった魅力を PR していただけますか。そうですね、はい、8月14日に一大イベントの大子町花火大会と灯籠流しという、はい、夏の一大イベントがあるんですが、ちょっと大子町でね、はい、もう有名なイベントですよね。はい、今年は8月14日に行われるということなんですね。はい、で今日もあの大きいポスターの方もお持ちいただいてますね。すごい綺麗ですね、花火がドーンと。でこちらにね、川の灯籠のお写真も載っておりますが、どういった花火大会なんでしょうか。そうですね、はい、今年でもう81回目の花火大会にはなるんですが、そんなに歴史が長いんですね。はい、長くて、はいはい、でその大子地蔵地蔵尊祭礼という灯籠流しの方のお祭りと一緒に行ってはいるんですけれども、はい、まあ、同時開催というような形 で、はい、でその花火大会の方はランダマに始まって、うん、スターマイン、はい、早打ちとかで約3500発の花火が久慈川から打ち上げられるんですけれども、川から上がるんですか。そうですね、中洲のところで打ち上げられまして、うん、それと同じ時間に灯籠も久慈川の方が約4000丁にはなるんですけれども、はい、4000丁、はい、そうですね、すごい数ですね。すごく綺麗ですね。そうなんですか。もうね、夜にそういった花火と灯籠の明かりと一緒に見れるということですよね。はい、かなり、ね、幻想的な雰囲気なんじゃないですかね。はい、はい、そういった灯籠っていうのはこちらが灯籠。そうなんです。はい、こちらはどういった一般の方用の灯籠。そうですね、一般の方にご参加していただける灯籠で、はい、ちょっと裏側にはなるんですけれども、はい、願い事という欄があって、ありますね。こちらの方に、まあ、お願い事を書いていただいて、うん、で久慈川の方に流していただくということではあるんですが。そうなんですか。で一応その川に流しても大丈夫なように環境に配慮して水に溶ける素材にはなっているので、はい、水に溶けるんですか。そうなんです。あ、いいですね。じゃあゴミになってね、川を汚すこともないということなんですか。そうですね。なるほど。でこういったのに一般の方が参加するにはどういうふうにしたらよろしいんですか。そうですね、はい、ちょっと受付の方が、はい、祭典本部というところにはなるんですけれども、そちらで午後当日ですね、うん、午後4時半から、うん、受付をしていただいて、はい、こちら一応ちょっと1000円はいただいてはいるんですけれども、はい、そちらでお支払いいただければどなたでもご参加していただけますね。そうなんですか。先着順ということなんですね。そうですね、先着200名様。200名、はい、じゃあもう参加された方は早めに会場の本部の方で受け付けということですね。そうですね、祭典本部というところがありますので、はい、そちらの方で、はい、ね、ぜひ、ね、行ったからには参加した方が、ね、こう気分とかもいいですもんね。そうですね、花火を見ながら自分が流した灯籠っていうのも見ていただけるので、いいですね。ちなみに花火大会の方なんですが、はい、こちらはどういった花火大会になるんでしょうか。そうですね、はい、一番その初めて見られた方が驚くのが、その大子町っていうのは奥久慈の山々に囲まれているんですよね。そうですよね、はい、山がたくさんあります。そうなんですよね、はい、でそのためなのかなんですけれども、その花火が上がると、はい、その花火の音が、こだまがすごいんですよね。そうなんですか、はい、花火って普通でもね、ドーンってすごい音が、大きい音がすると思うんですが、すごい、もうその倍とかもそれ以上にすごく響くんですよね。はい、そうなんですか。山に反響してさらに大きい音になって帰ってくるっていうことなんですか。ドーンドーンドーンってことですよ。そうですか。音台がすごいですね。やっぱりその音にびっくりされるっていう。そうですね、その初めて見られる方はびっくりされるんですけど、うん、はい、地元の方でもその花火が上がった時にびっくりしちゃうんですよ。あ、そうなんですか。毎年慣れてるはずが大きい音にびっくりするんですね。はい、そうなんですか。じゃあそういったね、音の大きさにもぜひ注目いただきたい。そうですね、花火大会ですよね。そうなんですか。でそういった大子の、ね、川ですとか山の自然とともに楽しめるという、ね、そうですね、はい、
です。ちなみになんですが、ぜひ見に行くよという方にですね、ここがおすすめ の花火の観覧場所っていうのがあれば教えていただけますか。はい、観光協会としては、観光柳さんを、はい、おすすめはしてはいるんですけれども、その鮎とかの、そうですね、お召し上がりいただけたりとかする施設にはなるんですが、こちらの方がその川沿いにあるので、そうですよね、どうしてもその花火大会を打ち上げる場所からすごく近いんですよね。そうなんですか。そうなんです。すごく綺麗には見ていただけるので、そこはおすすめにはしてるんですが、はい、川でね、もう目の前で打ち上がる感じですか。そうですね、迫力があるところをご覧いただけばいいんですけれども、あとはそうですね、地元の方が結構行かれるところで、第五小学校という第五小学校、という小学校があるんですが、そこはちょっと高台になってまして。あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、ちょっと街を見下ろしながら花火を楽しみいただけるというところがあるので、花火が上がっているその川の下のところよりもさらに高い位置にあるので、上からこう一望できるような感じ。そうですね、第五の街中を一望しながら花火が見れるっていう、それもいいですね。じゃあお好みによってね、こう、上から眺めよく見るか、下の近い位置から見るかっていうところですかね。はい、なるほど、ありがとうございます。あと久慈川の沿いでしたらどこでも見ていただけるので、ぜひね、川の近くで、灯籠も見ながら、そうですよね、ということで、おすすめのね、観覧スポットを教えていただきました。それでは改めましてですね、こちらの花火大会、そして灯籠流しの詳細のご案内をお願いしたいと思います。花火大会が8月14日の水曜日からになるんですけれども、中間行事でちょっとよさこい祭りというのを行いまして、こちらが16時からにはなるんですね、よさこい祭り、で、その灯籠流しが7時から、で、花火大会自体は7時15分から始まりますね。場所なんですけれども、久慈川と押川という川がありまして、その合流点の中洲のところから打ち上げられるので、久慈川沿いであればどこでもお楽しみいただけますね。なるほど。で、そのアクセスなんですけれども、JR 電車で来ていただく場合は、JR の日立第五駅から徒歩だいたい5分ぐらい歩いていただくと、花火が見れるところまでは来ていただけます。そうなんですか。近いですね。そうですね、本当に川が近いので、すぐに来ていただける場所で、あとはお車ですと、中インターというところがありまして、そちらから降りていただいて、あとは国道の118号線沿いをずっと北上していただければ、50分ほどで第五町に来ていただけますので、で、当日は駐車場もたくさんご用意しておりますので、ぜひお越しください。はい、ありがとうございます。お車でも電車でもね、お越しいただけるということです。そして先ほどお話に出ましたけれども、この花火の大会の昼間にイベントが行われるということで、よさこいという話が出ましたが、よさこい祭りの本部委員会ということで河合さんに、お越しいただいてますが、どのようなよさこいのイベントが行われるんですか。そうですね、今回は8チーム招待というか招いて、花火大会の前に盛り上げようということで、茨城県を代表するチームが来ます、じゃあ代表するチームってことは結構もう有名な、活動されているような。そうですね、大学もすごくよさこいが盛んで、よさこい祭り、常陸の国よさこい祭りっていうのがそうですよね、やってるんですけど、そこでファイナルに残る上位チームが来ますので、ぜひね、暑いんですけど、暑い中で盛り上がって、夏に暑いよさこいで、何度かイバキラの方にもですね、よさこいのイベントの PR にお越しいただいてまして、でも本当に素晴らしいお祭りですよね。100チームぐらい来るんで、田舎でやるんですけども、特色のあるいいお祭りだとは思ってますね。もう本当に活気があると言いますか、大きい旗とかも、振ったりとかして踊ってましたよね。でそういった毎年よさこいのお祭り自体が、大きいお祭りは5月に行われているということですか。そうです。で、花火大会の時に、ミニフェスティバルとして、チーム、その中には地元のアイドルチーム、アイドルチームがあるんですか。第五中学校の、
歌唱第五48とか第五48そういうのであと、はい、アイドルグループがいらっしゃるんですね、はい、じゃあそのアイドルさんたちも、はい、歌って踊ったりとか、はい、踊ってくれます。あ、そうなんですか、はい、そのよさこいのイベントの時に出られるんですか、ね、はい、そうなんですか。じゃあね、そういった昼間も楽しみが、ね、たくさんあっていいですよね。はい、はい、ありがとうございます。そしてですね、もう大子町といえば、はい、いろんな観光資源も、ね、たくさんありますし、美味しい食べ物もたくさんあると思うんですが、夏の大子のおすすめという言うとどんなところでしょうか。そうですね、はい、やはりその今回ご紹介させていただいている大子町花火大会と灯籠流しが一番の見どころにはなるんですけれども、はいはい、他にもですね、袋田の滝だったりとか、もう、ね、日本三名瀑の一つで有名ですもんね。はい、まあ、結構その袋田の滝が大子町にあるっていうことを知らない方が、そうなんですか、袋田は袋田ということでなんか思われてる方が結構いらっしゃるんですが、そうなんですか、で滝があったりですとか、あとはそうですね、珍しいようなんですけれども、はい、裏から見れる滝といって、月待ちの滝という、はい、大好きです。ありがとうございます。何度か行かせていただいております。ありがとうございます。滝の裏に入れるんですよね。そうですね、裏側に入っていただけるので、もう大人の方から、はい、ご年配の方、お子様まで、たくさんの方にお楽しみはいただいてるんですけれども、なかなかそういった滝の裏まで入れるっていうのは珍しいですからね。そうですね、まあ、その裏に入ることによってマイナスイオンが袋田の滝の 1.5 倍になるそうなんですよね。そうなんですか、はい、やっぱりこう間近で滝のこうマイナスイオンを浴びた方がいいんでしょうかね、水しぶき。そうなんですか。涼しいので。そうですよね、暑い夏でも涼しくなれるという。そうですね、でその月待ちの滝さんの近くに、もみじ園さんというお店があるんですが、お蕎麦屋さんですよね。そうですね、お蕎麦屋さんなんですけど、はい、夏は流しそうめんちょっとやってらっしゃるんですよね。流しそうめん、はい、面白いですね。そうなんですか。毎日、そうですね、毎日夏の期間はやってらっしゃるようなので、うん、そうなんですか、ね、そういった流しそうめんを楽しんで、そうですね、滝を見ながら、滝を見ながら、はい、楽しんでいただくっていうのも、そうなんですか、はい、ね、やっぱりいろんなね滝が見どころということなんですね。そうですね、で、はい、あとはその、まあ、清流久慈川というのが流れてますので、そちらで鮎釣りをお楽しみいただいたりですとか、もう鮎のね塩焼きとかも大好きです。そうですね、ありがとうございます。美味しいですよね。美味しいですよね。やっぱり取れたてを食べるのが一番美味しいみたいで、新鮮ですもんね。そうですね、で、まあ、新鮮だからできるお刺身料理だったりとか。お刺身があるんですか。そうなんです、鮎のお刺身が観光屋那さんの方でお召し上がりいただけるんですけど、そうなんですか、あんまりないですよね、はい、そうですね、鮎のお刺身はあんまりないので、新鮮じゃないと食べられない。そうですね、そうですか。あとどんな鮎料理があるんですか。そうですね、あとは唐揚げだったりとか。唐揚げ、はい、これも美味しそうですね。美味しいんですよね、まあ、人それぞれ好みあるかと思うんですけれども、たくさんいろんな料理をご用意しているので、ぜひ来ていただければなと思うんですが、はい、ね、美味しいね、そういった鮎料理もいろいろとあるということで、はい、お楽しみいただけるということです。はい、ということでご紹介いただきましたけれども、はい、今回はこちらの、ね、花火大会と灯籠流し8月14日に行われるということです、はい、そしてその他にもね、いろんな大子の見どころ、夏の見どころもたくさんあるということなので、ぜひ皆さん大子町の方に足を運んでみてはいかがでしょうか。それでは最後にですね、ザキラ TV をご覧の皆様に一言ずつメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。こちらのカメラでお願いします。はい、では今年で81回目になる大子町花火大会と灯籠流しなんですけれども、初めて来ていただく方も何度も来ていただいている方も、またたくさん楽しんでいただけるイベントにしようと思っていますので、ぜひご来場ください。ありがとうございます。河合さんお願いします。はい、それではね、皆さん8月14日は大子へゴー、やってみましょう。それではもう一度お願いします。はい、わかりました。できます。8月14日は大子へゴー。ありがとうございます。大子町観光協会の岩野美里さん、そしてよさこい祭り本部委員会の河合雅人さんにお越しいただきました。ありがとうございました。以上、いばきらいのコーナーでした。